ニュースナイトのアッカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアッカーマンは産経新聞編集員の荻原雅臣さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。はい、えー、ソフトに語れない将棋から何が見えるかということで、はい、まあこれ非常に残念なんですけどもね、あのソフト将棋ソフトに揺れる将棋の世界ということで。 ね、本当昨年もうこの半年間ほどになりますけれども、えー、この話でねなんかこう持ちきりだったような気がして、はいまあ、特に、あのー、僕なんかは個人的にその新聞社がね主催行事としてずっとこう、あのー、将棋や囲碁の対局っていうのは、まあ、やってるもんですから、はい、数々の現場をやはり、まあ、見て見させていただいてる<ー>ということもあって何人もの棋士の方々あの今回名前の挙がってらっしゃる方とも。 実際のの話もしてますので、ね、なんとなくこうひと事とは思えないようなところもあって、うん、あのこの話にずっとこうまあこれはね皆さんがそれぞれ感想をお持ちだから、はい、あえてあの結論も何もないんですけどね花から言っちゃいますと、まあ、非常に気になってる話ですよね。はい、それはつまり将棋の世界であるとか囲碁の世界っていうのは一体どうなっていくのかとうもうそれだけです聞きたいのは。 それはおそらくねあらゆるう例えば企業でも、うん、全部そうですあの車の社会でもそうですけど今働いてらっしゃる全ての方が、ええ、よく言われているいわゆる AI というものが自自、はい、一体どこまで進みどこまで例えば人間の今までやってきたことを代用し うん、そのことによって、まあ、職業の奪われる話は常に出てきますけれどもそれによって新しい雇用が生まれるということに楽観視してるんだけれども、うん、実際そういうことになるのかどうかとか、はい、しかこのままおそらくあのこの、うん、いわゆる開発っていうのはねいわゆるテクノロジーっていうのは後戻りしませんからその時に我々が何かこう失うものとか、うん、失うとは見失うものですね<っ>それを実際にこうね。 あの考えてみるもうこの将棋の世界もま,まさに今そういう過渡期に来たんだという気がするんです、うん、つまり将棋の世界のシンギュラリティというねおつまり AI が棋士を超えてしまうと<え>誰も AI には勝てないと、うん、もうおそらくそれは来てるんでしょうけれども、うん、という日ですよね。X、で X デーがということにな尽きると思うんですが、で、まあ昨年からの話をあえてもう繰り返しませんけれどもね、あの先日あの谷川さん谷川浩二さん、あの日本将棋連盟の会長辞任の表明をされました。はい、その後で謝罪のか会見があり、まあこれまああの第三者委員会委員会のね、あの発表が年末に。 急遽っったことによってこれ急展開したわけですけどあの中でまあいわゆるこの,あのソフト疑惑ですよね対局中にソフトを盗み見したという話だったんですがそれについては疑惑の証拠はないという白の判決でした。でえまあこれはちょっと置いておいてまあその後まあえっとこのとこういうね今僕この本がすごく面白いと思ったのは「不屈の棋士」っていう大川慎太郎さんという方の本なんだけど。 ここにはあのいろんな騎士が今の思いを書いてるんですよ。えー、今の思いを話してるだけなんですが、実は、はい、つまり。これから実は自分たちはどうなっていくのか、<ー>もうみんなそれぞれです。今の現状を受けて,て、ね。現状を受けてなんです。<ー>つまりこれから将棋っていうのはどうなっていきますか。プロの将棋っていうのは残りますか。とか、うん、そういう意味なんですよ。実はすっごい大きなテーマここにあります。<ー>まあこれあの言い出すと切りはないですけれども、やはり羽生さん。 がやっぱり、ね、一応気には皆さんなると思いますけれども、ねはい、羽生さんはねこれやっぱり今後多かかれれ少なかれ影響を受けていくだろうとだからこのソフトを使って今みんなが勉強してるんでねあの若い人たちも中心に。はい、だからどんどん強くなっていくことは間違いないんだけれどもじゃあ人間にしかさせない将棋っていうのがあるんですかという質問。えー、これはっきり言うと何とも言えないということを言ってます。うん、ただその辺はねやっぱり まああのー、今の将棋とは当然変わってくるだろうということが念頭にこうあるわけですよね。ほ、はいでもう一つ渡辺明さんなんかはねやっぱりこのどういうのかな、あのー、人間とこう戦っていくっていうことについて、まあ、どうなのかなっていうことについては結構こうドライにこう構えてらっしゃってね、うんはい、渡辺さんの場合はね。あのー、やっぱりこの どどんどん例えばソフトを使って人間が強くなっていくとあるいはソフトを使うということに対して、ね、こういう後ろめたさっていうのはね、まあ、当然もうなくなってくるだろうとつまりやっぱり誰もがソフトを使えるんだけれどもだからそれをどういうふうにこう大局の中で生かしていくかっていうことなのであってでじゃあ未来はどうかっていうことについては決して楽観はこの彼はしてませんね。でね非常にちょっときあのいいなと思ったのはこれ、あのー、森内さんでこのすごくこのあの もうどういうのかなこの将棋の世界ではトップにいる方なんですが、はい、この人間にしかさせない将棋という同じ質問の中であの人間間は必ずどこかで間違える、うん、それが現実だと、うん、将棋の世界に限らずどんな世界でも人間はミスをするとだから人間は有限の時間の中で生きてるんだとつまりソフトとは前提が違うとだから人間とコンピューターを比較することに大きな意味があるとは思えない。はい 人人間は人間はの将棋、まあ、だけどあの非常に不安に考えていることも大事実だしやっぱり今後どうなっていくかについてははりかねているというふうにこうね、うん、言ってらっしゃいますでねあのまあ,あのこの谷川さんご本人もね実はこういうふうに言ってるんです、はい、将棋っていうのはねこれは僕もやはり非常に近い意見なんだけれどもあの生身の棋士と棋士の頭脳の対話であると。うん 会話うんだから対局中に会話を交わすことはないんだけれど駒,駒を動かす一手一手これに騎士の思いが込められれているととこれが付、はい、きの会話であるとうソフトではそれは盤上でそれが可能かと、ええ、つまり結論先にありきでやはりこの辺が非常にこうねあのいわゆるまあ変な言い方ですけど盤上にね人間性みたいなものを求めてるんですよ。はい なるほど、そうですね。はい、私もすごく刺すわけではないですけれども、わ、えー、かりますもんね。こう、人間性が出ますよ、ねうん。そうですよね。刺、はい、し方もそうだしね。うん、情緒とかエモーショナルな部分っていうのは、当然、このソフトにはないわけです。だから、それがこう、あの、ある以上は、人間と人、人間対人間という、この将棋っていうのは。その楽しみにしているファンも、当然、なくならないだろうと、いうことなんですよね。うん、まあ、それは確かに、その通りだと、僕は思います。あの、先日。 あの加藤一文さん九段がね。はい、引退されましたけど、もうあの天才騎士はやはりソフトのない時代をずっと生きてこられた。うん、頭と手だけを使って生きてこられた。うん、非常にこうゆあ,ある意味で幸せな将棋人生を送られたんです。しかし、これから先ほどお話ししたようなハウさんも含めてまだ若いですから、ええ、そういうね。あのことには絶対ならないまあ。もう我々もみんなそうですけどね。うん、ai というのにおそらく翻弄されるだろうと思います。 で、はい、翻弄されざるを得ないと思うんですね。だから、例えばその盤上の対話なき時代というのが、これからの非常にこう。どういうのかな？あの告白というような言い方かもしれないんだけど、人間対人間、人間対ソフトあれ、ソフト対ソフト盤、うん、上の可能性というのは広がるでしょう。はい、しかもその新しい新種とか、そんなんも当然ね。発見してくるんだろうしで、それをまあ例えば。 あの棋士がね、えー、パッと自分の問題集の正解みたいにして言われることになると思うで。<laughs> うん、つまり例えばハブさんといえども、もうかなり AI の方が上回ってしまえば打った手がね採点されるわけですよ。うんうん、じゃあ正解とかね80点とか言われるんですよ。味がないですね、うん。そういう時代がおそらくきます。<laughs> うんうん、でそんな時にじゃあ将棋なり囲碁なりというのが例えばプロの 将棋の世界とかいうのがどうなるかっていうのはやはり我は見通せないんだけど今はやっぱり少なくともやっぱり人間と人間例えばスポーツはどうですか例えば百メートル走をね AI だったら2秒ぐらいで走るでしょうそれ見て楽しいです <laughs> つまり負けたり泣いたり失敗したりねミスしたりすることを楽しむような余裕がおそらく人間なんだと思うのでおそらく違う価値観が絶対生まれると僕はそう見てます、はい、アンカーマンの目でした